地面から取ったものをこういうふうにして糸になって布になるっていうところまで、一番初めに見た時は、あ、綺麗だなと思って感動したのを覚えてます。今もうほとんど織り手も、もう村の人じゃなくて元織姫ばかりになってしまって、やっぱり村の人が残してきたもの、今私がやっている畑はそもそもの大家さんはもう持ち主の方は村にはいらっしゃらなくて、カルムシに関わってる方たちが大事にしてるからですかね。それができれば残っていったらいいなっていう思いで、ですね、小さくしないように、取り続けられるようにと思って世話はしてますけど。最初にここに来たのは15年ぐらい前だと思います。1年間は私が来た頃は村のおばあちゃん2人が指導してくださってたんですけれど、もう本当になんか子どもの時の夏休みみたいな気持ちで、本当にもう甘えさせていただいたし、もういろいろ教えていただいたり、一緒に生活する人とも初めて出会ったのに、もう子供みたいな感じで、もう何があっても楽しくて、もう自転車でこう道をもうどこまで漕がないで走れるかとか、もうそういうのを毎日楽しんでいて、本当楽しいっていうだけの1年でした。もう44、45年になりますから、私が嫁に来た頃あんまり仕事なかったのよ。だから自由にできる仕事だったから、自分の嫁いだ先にとってもよかったの、自由で時間に縛られなかったから。こっちにかけて、こっちにもよりかけて、2本一緒に同時にかけて、こっちで手でこうつなぐ。あんな風にはできないなと思ってしまいます。そんなに素早く動いてるようには見えないのに、いつの間にか仕事がどんどん進んでるっていうことが多々あって、どうやったらそこに至れるのかが全然わからない。皆さんやっぱり暮らすためにもうもっとこう必死になってやってきたっていう感じはすごくあるんですね。折ることを暮らしのために折るの。でもまだ自分はちょっとどこかこう趣味ではないんですが、好きでやってるっていう気持ちがすごくまだ強くて。いや、私は違うよ。家計のためもあるけど、え、うちにいたくなかったじゃん。え、息抜き。そのくらいの時間でちょうどよかったから。
やりたいからやってるって状態で儲かるわけでもないし、それ一本で本当に生活していける収入かって言われるとそんなこともないですし、やりたい気持ちがあるからやってられることで、自分の中で楽しみを見つけられる仕事だから続けてるっていう部分が大きいですかね。本当ありがたいよ、織姫さんが来たおかげでカラムシそのものも昔の生産状態に保っててくれるし、いっぱい作ってくれるし、織もそうだけど井戸作りもそうだし、本当ありがたいのはある、ありがたいのはあるけども、やっぱ親的に見るとやっぱしある時期楽しんだら、そういう幸せ掴んでもらいたいって今でも思ってる。言うとそうじゃないよって言われるんだけどさそれ一番願ってるよ。やっぱり子供が生まれてから両親も近くにいないし、実家もまあ離れているので、初めての子育てでいろいろ迷ったりとかすることもあったんですけど、やっぱりその暮らし全体を、檻だけでなく暮らし全体をいつもこう見てて、子供のことも自分の孫のようにもういつも可愛がってくださって、そういうのが、そういう関係があるので、まあ仕事ずっと続けられてきたかなっては思ってます。その織姫さんが言うように、昭和村独特のもの、食べ物でも仕事でも、その人とのつながりでも、そういうことがずっとつながっていければいいなと思う。